見習い者の不ユーチューバー佐々木カルパッチョ。ジョボルの見習い者の不ユーチューバー佐々木カルパッチョだぜーっと、ということでですね、まあ、選挙者さんみたいにね、ちょっとやらせてもらったんですけども、はい、ということでですね、本日はアベマショッピングで本日はももクロくじをチャレンジしてみようと思います。ももクロくじっていうのはですね、ももクロの年越しイベント第3回桃色歌合戦の衣装を使用したグッズ、衣装のですね、豪華商品が当たるくじを販売スタートしたということでですね、カルパッチョ今日はチャレンジしてみようと思います。 S 賞はですね、なんと選べる等身大タペストリーがもらえるんです。さらにダブルチャンスでですね、アベマ TV 公開収録に招待してもらえるという夢のようなくじなんです。販売期間がですね、2019年の12月11日から2020年の1月5日までの販売になってます。販売価格は1枚660円。なんと、外れなしでございます。くじで当たった商品はですね、だいたい2020年の2月中旬ぐらいに届けられるということでですね、今日はそのくじにカルパッチョ早速挑戦してみようと思います。はい、ということでですね、カルパッチョ引きました。で、その模様をね、リアルタイムでちょっと撮り方がよく分かってなくてですね、まあ一応どんな感じなんか、購入したらくじ引けるんかなと思って画面収録した音声がありますので、それを聞きながらちょっとリアクションで説明しようと思います。それでは行きます。アベマアニメくじ、ももクロくじ、当たってくれ当たってくれ。よし、これコインが、アベマのコインが回ってスロットに入って、頼む、スロットが回ってます今。ああ、シオリン D 賞です。あと4回 D 賞は、まあ、あの必ず当たるやつです。よっ、おー、 A 賞当選確率 3%? やば。あー、シオリンの C 賞が当たりました。シオリンの C、 これ5回引きました。4回目、レニちゃん、おー、笑顔が一番高いレニー。ラスト5回目 S 賞来い。あー、高木レニー、レニちゃんの、よし、レニちゃんが2個、現在の S 賞当たりましたね。現在の S 賞微妙に刺激してくるね。当選確率が 1.1% になりました。あー、ということでね、これ5回勝って A 賞ぶち当てましたんで、ちょっと S 賞当たるまで、なんとか買いたいけど、とにもかくにも A 賞当たったから、まずは仕事しに行こう。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、見習い者風 YouTuber 佐々木カルパッチョだ。 Z